ポストバスアレナよりお送りしています。フットボールファンの皆さん、こんにちは。ジョン・カビラです。解説はおなじみの中西哲夫さんをお招きしています。中西さん、よろしくお願いします。どうもこんにちは、よろしくお願いします。マスターリーグディビジョン1第28節をお送りいたします。これが本日の対戦カードです。キックオフの笛です。ピルロ、おっと足がかかった。リッチー、マルティーニ、シュート、これはゴールキック。ヘッド出た。キラーパスになるのか。シュート、10分過ぎました。デブーク、ふわっと上げる。ドリブル、ピリッツォーリ、ニールです。これはゴールキック。どうして外せるの。クライファート、ヘッド、ここはいいディフェンス。走り込んできた。デブーク、ワン・ツー、シュート、エクセレントゴール。さあ、もう一度見てみましょう。マルティーニ、動き出しが素早いです。流れを止めた。ソンク、デブーク、スペースを使う。ニールレンス、シュート、これはゴールキック。キックミスでしょう。ボールが宙をさまよう。これはちょっと危険なプレーでした。デブーク、イエローカード。ソン、このフリーキックはどうご覧になりますか。狙ってくるかもしれませんね。直接打ってきた。チェ・ソンロン、デブーク、キラーパスになるのか。ここでカット、走り込んできた。
華麗なパスワーク、ふわっと上げる、出た。さあここからどう攻める。トリチェッリ、ちゃんと狙って打ってほしい。前半35分をすでに過ぎました。デブーク、ヘッソット、スローイン、いいパスが出た。さあここからどう攻める。中へ上げた、ルチッチ、走り込んできた、華麗なドリブル、オフサイドはない。さあここからどう攻める。シュート、ニールです。キーパーに抑えられました。前が空いた、アンデラ。前半戦終了です。前半戦が終わったところで途中経過をお伝えします。得点は1対0。さあ中西さん、ここまでの試合どうご覧になっていますか？そうですね、非常に見どころの多い試合でしたね。この調整頑張ってほしいです。はい、どうもありがとうございました。それではこの後も試合をお楽しみください。さあ後半戦キックオフです。ルチッチ、スローイン、トリチェッリ、主審笛を吹いた、カンデラ、トリチェッリ、クライパート、シュート、シュート、コーナーキックを得ました。横にそれてしまった。さあチャンス到来、リッチー、シュート、キーパーファンブル、ディフェンダーに当たった、これはちょっと危険なプレーでした。壁の選手が揉めているんでしょうか。流した、あくまでも勝利への気概を堅持します。リッチー、ニールレンス、
これはファールです。壁を作ります。フィルド、マークにつきます。ソムギヨン、交代選手がピッチサイドでウォーミングアップを始めました。キラーパスになるのか、取り損ねた。リッチー、ソンク、スライディング、後半30分経過。マルティーニ、シュート、ゴル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 、ダイナミックゴール。着実に点を重ねます。さあもう一度見てみましょう。マルティーニ、ナイスファイト。ドリブル、つながればチャンス。ヘッドパス、合わせた。スペースを使う。シュート、キャッチできない。ニールレンス、シュート、ソンク、華麗なドリブル、リエイ、シュート、ボールが宙をさまよう。これはゴールキック。試合終了です。接戦をものにしました。さて中西さん、試合を振り返っていかがでしたか？実に素晴らしい試合内容だったと思います。はい、どうもありがとうございました。そろそろお別れの時間がやってまいりました。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。それではフットボールファンの皆さん、またお会いしましょう。さようなら。